まだなってないですけどありますので、定例配信会始めたいと思います。よろしくお願いします。毎週説明しておりますが、21時過ぎ頃より引退会、四季の細道の予定しております。それまでは5時台の様子をお伝えいたしますので、そちらをお楽しみください。今週もよろしくお願いいたします。
Let's go!
Thank you.
Round two, fight!
Thank you.
Round one, fight!
さあやってまいりました四季の放送道、第何十何回ですかね85回。いつの間にか、はい、ありがとうございます。さあ、始まりました。さあ破天荒さんの竜と、あ違うかな、ロードさんの S サガットですね。破天荒さんの竜とロードさんの S サガット、はい、両方メインキャラですね。破天荒さんが S サガなのかなと。あたまに魂をさあ体力を押しているのは S サガー、ロード S サガー。さあシンク、さあここはしゃがみ台足にアパカが、さあ球の打ち合いになるとサガットがちょっと有利ですが、さあ嫌な距離で龍が前を詰めていくが、さああの近い距離のね実はタイがすごい強いです。さあここは相打ちですが S サガー、ロードさんが1本、さあ2本目はさあ飛んでいく、さあコアコアからタイが2、さあ2から投げ、黄金連携ですね。あれね、ちょっとでも遅れると昇竜拳出してもガードされてしまう。さあハロ踏んづけて、さあワンチャン破天荒さんが昇竜拳ガードされてしまう。シンクへ飛んでいるタイガー、タイガー、さあその距離絶妙な距離で、さあ飛んでいくが当たらないですね、ジャンプダイク。さあ竜巻、あと折り際にしゃがみ台足を当てていく S サガ、ロードさん勝利ですね。さあ2人目、さあセロテープさん早くも、さあ緑色のザンギフ毎度おなじみ、さあみんなのアイドルセロテープ、さあザンギは X サガットには結構いけるんですが、S サガになるとちょっときついかな。ちょっとどころじゃないですね、何もできないまである。お、大足、さあなんとか大足を当てに行きたいが相打ちを取られる。さあタッチ中キック、さあロードさんの S サガー、さあ開幕しゃがみ大足当たらなかったですね今ね、タッチ中キック振ってるところに。もうちょい踏み込みが足りないのかな、あれ以上踏み込むとね、下がったの台足の届くんですよ。なんとかして近づいてこかしても、でも何もないという。さあタイガー、タイガー、さあ立ち合いキック、さあ上から、さあ上からロード、さあコパンからスクリュー、ここは強気に、さあセロテープザンギフが1本取り返す。さあタチチューパンスタッタが何もない。さあダブラリーダブラリータチライキック強いですねあれね。さあ回っても何もない。さあ S サガのアパカは先端で当たっても結構減ります。さあダブラリー回りきったところにタチライパン、さあ上から上からあるよ、ピヨりそうでもピヨってないですね。ピヨんなきゃワンチャンもないですね。もうさあ残念ながらスロットさんには敗れる。さあロードさんの S サガー2連勝。さあ3人目はさあ坂本さんの S チュンリーを、の時代では使ってましたが、さあやった、さあかわいい声で、さあ S サガ対 S チュンリー、さあこの戦いは熾烈な、さあ前取りの戦いになりそうですね。そうですね、チュンリーは前を詰めて飛んだら落とす。さあタイが飛ばれている、絶妙のタイミングで飛んでいたが、さあタイが、タイが速い、避ける、速いっすね、全然見えない。さあチュンリー側は気候圏で総裁しても何もありませんので、ここはタイガー2位を
しゃがんで透かしたところをタクに行きたかったんですが、タッチガードされてしまいましたね、はい、今ね、はい、さあワンピースに入れ替わって、はい、さあ上行ったが、これはアッパーか間に合いますね。さすがエスサガット、さあアッパーか間に合いますね。見てからの飛びはもうダメです、もう読みで飛ぶしかないです。モーション見てからでもダメです。瞬時の扉とも先に飛んでないと間に合いません。さあロードさんのエッサガが1本取り返して、で1-1、さあパカ出なかったら、今出ても相打ちになってたかもしれないですね。さあチュンリーとしてはなんとか前を詰めていきたいところだが、ここはタイガーニーで裏回って投げましたね。さあ飛びが噛み合って、さあ上から上から行っている中大、さあタイガーモードになってしまうと戦列がないので厳しい投げ、ひよった、強気に中ジャンプ中キックから投げて置き攻めをタクに行ってピオラせましたね。さあ坂本チュンリー、さあロードさんは2勝でストップ。さあここでハックンのキャミ、さあキャミーチュンリー、さあでも S チュンなんでキャミーはいけなくもないのかな。さあタッチシューパー相打ちになってしまう。さあ背中蹴りからシューキック100列、今のは割れないタイミングだったな。さあめくりに行ったが、めくりを歩いてくぐられて、さあなんか噛み合わない感じですね。2本目、さあキャノンスパイク、さあスピーバーがめんどくさくて、さあキャノンスパイクセンター当て、さあキャノンスパイク、さあここはタクを仕掛けていったハク君が1本取り返す。開幕スパイラーだろう、八大キック出してましたがね、チュンリー当たんなかったですよね。さあピヨった、これは投げで死んでたかもしれないが、コンボに行ったところ、さあ垂直中キック、さあ坂本 S チュンリーが2連勝。さあこれ登場はエクスパーさんの、さあ龍でしょうかね、エクスパーリュー、さあ坂本 S チュンリー対エクスパーリュー、さあリュウチュンリーいいカードですね。さあ S チュンだとちょっとリュウの方に分があるのかな。さあ投げ、思ったより体力は減っていない。さあ中ジャンプ中から投げに来ましたね。さあ垂直大キックガード、真空ガードされてしまう。さあエクスパーさんもう一回真空食べるのかな。さあ竜巻の勝利大正解でした、今ゲンでしたね。さあ難しい判断でしたね、今変な中キック漏れて、さあなんかナイス対空になってましたけど、ここはエクスパーさんのしゃがみ中キック歩き投げに行ったところに当たりましたね。さあエクスパー流、さあ前取りは最近だいぶ上手くなってきてますね。あとは玉打ちと昇竜拳が出ればなおさらいいんですが、さあここは打たずガードしているが投げに来る。さあ飛びに行ったのも飛行拳でピオル。さあ坂本 S チュンリーが取り返す。さあ3本目、さあエクスパリューが株をなかなか打てないが、さあじゃんしゃがみ中盤からくぐられて投げられる。さあ画面弾き杖、あの中キックなんか不思議な当たり方をしてますけど、対空で使えるのかな。さあ波動拳打たないですね。さあ竜巻でこちらせようと、第5戦に中盤が刺さって投げる。さあここはちょっとエクスパーさん空回りしてしまったかな。
さあ坂本 S チュンリが3連勝。さあここで桃の木ガイル、そうですね、顔は存じ上げております。さあ若手の桃の木さんのガイル、さあチュンリ戦、さあ頑張ればガイルがちょっと有利になるかもしれない、いい組み合わせですが、ガイル側としてはかなり難しい卓を迫られます。さあゲンが強い、ゲンがね、本当しゃがみ中キックね、ガイル側がこう叱るところでゲンだけ当たるっていうすごい技です。あの中キックゲン当たりますよね、気をつけて。さあなんとか画面端を出したいが、ほらきつい、投げる。さあここはチュンリーのプレッシャーで圧殺。さあ坂本 S チュンリー4連勝、素晴らしいです。イサジーさんですね、久しぶりに来ていただきました。イサジーさんのキャラ名は何でしょうかね、サブキャラかな、サブキャラだとしたらケンの方かな。さあ坂本さんの S チュンリー対イサジさんの S ケンか X ケンかな、なんだろうな、なんだろうな、キャミー、おっと S キャミーかS キャミーですね、なんと S キャラ同士の対戦、またしても。さあこれはいい勝負なのかな、エスキャミーって何がないんだ、フーリーがないのかな、フーリーがないの、フーリーが出る、あ、抜けるんだ、なるほど、投げる、あ、大胆でも上くれる、なるほど。さあしかし、ここは坂本 S チュンリーの中、ゲンキックですね、キャミ中キック、ゲンキック、2段でさあ伸びが入ったが、コンボは決まらず。さあ S チュンリーといっても飛行剣は強いですね、さすがに。さあちょっと遅らせてスパイダーローが刺さったが、さあ前歩いてガード、前歩いてガード、おお、いいですね、いい飛び、ジャンプ大キック当たりました。さあイサジさんが取り返して、さあ開幕初チューパー、さあノーガードでしたね、今ね、スパイダーラローぶっ込みました。さあ押しているのはイサジ S キャミー、 S キャミーってあれですね、イロハさんもなんかたまに使ってたような気がするんですけど、レアキャラです。あ、水宮君もたまに使ってた。さあここはイサジさんが、前ジャンプ大キック、さあ賭けに出たところ、これがクリーンヒットして坂本さんは4連勝でストップかな。さあこれ、南浦和での、僕の仲間でもある、デンさんの、ベガですね、デンじゃなくてデンです、デン、デン電気屋さんなんでデンです。さあデンベガいやもう大概知ってますからさあデンベガ、S キャミー戦は多分ほとんどやったことないと思います。X キャミーのと結構めんどくさい対戦ですが、 S キャミーもめんどくさいのかな、フーリガンはないけどめんどくさい、全部投げる高め中盤からの歩き投げ、キャノンスパイクと投げの2択だけで殺しましたね。さあサイコが当たってだいぶリードしますね。さあ上から投げ返す、今度はさあキャノンスパイク背中で当たる。さあこれめくる、さあめくりにはいく、おっジャンプに、さあナイトメアル抜けるゼロ削りでしたね、やっと今バックスピンナックルという技が漏れてさあ癖でフーリガンをやってしまったのかな、今もしかしたら違うのかな。さ
さあ3本目はさあ慎重な出だしでさあ前ジャンプにバックジャンプ何も当たらずさあベガは何かと仕掛けてはいるなんだ今のは前から前にサイコが出ましたねさあここは痛いのは入らずしかし投げるこれでなんとしゃがみ中キックでイサジ・エスキャミが2連勝あれシム試合なので、セロテープがマイク持ってます。1P 側の青い DJ がカワシム、2P 側のエスキャミーがイサジさん。さあソファー当てて、めくりはキャノンで拒否。さあ、相打ちから歩き投げ、受け身は取っている。ジャックが入っ、おっとさあ、一発現代。でこかしてフーリガンがないので地上に集中できるところがちょっといいところスラルこかしてさあリーバーサキャノンマシンガンで拒否してこちらもキャノンで拒否がもう一発受けられないさあロバットカーニバルガードの後途中で割っていくおっとめぐりおっとつながらないさあキャノンからの置き攻め仕込みキャノンがスパイラルが暴れているさあゼロロット悲鳴を上げながら最後逃げ台形が当たってカワシムが勝つスパコンがなくてよかったといった感じさあ続いて瀬尾さんのガイルですねさあ 2P が入ってきたのが瀬尾さんのガイルさあソニック踏んでタイクーソニックアントビがちょっと早かったかはペチと達成系でカワシムが1ラウンド目さあジャック飛んでしまって相手が待っていた時のリターンが大きいのが DJ の方打ち合うガイルは体力維持されてしまうと取り返すのがちょっと難しいさあ前飛びから投げが入るさあ謎の垂直ジャンプを経て内野手対空さあ時間がない画面が光って瀬尾さんのガイドが1ラウンド取り返す
ラウンド3打ち合い、カワシムは大好きなダイスのパラキャン、イラスを打ちながら自分の居場合に、マシンガンコンボ、さあコンボミスったがリバーサダブルサワーが出てきたので川島が勝つ。続いて 8.53 ですね。勝利を上げていく。下がりファイヤースライディングに上がって今度は上がった、使って最大勝利で割っていく。さあ玉乗って魂も落ち着きを取り戻せるか、冷静に球を避ける。さあ最後だけ飛んでいた、ちょっとバタバタしたところもありましたが、カワシムが落ち着きを取り戻して1ラウンド取っていく。さあ球の打ち合い、端っこのスライディングがギリギリ届くような間合いで鳥かごっぽくやられると結構いろんなキャラが厳しい。さあ投げて振り身がない、少々とつないでいってかわしの中。さあ続いて自分なんですが、はい、お久しぶりです、ロドです。川島 DJ とセロテープザンギフ、吸い込んで画面端は背負ったままこかされまた吸う。さあ始まってった、逃がしたくない。おお、読みですか、読みですか、ぶっぶっぱ読み。さあ弾を避けれず、 DJ はひたすら判定が強い技を振る。飛ぶが DJ 側対空は相打ちでも何でもいいので吸い込んだ、セロテープ処理。さああえなくカワシムやられてしまいました。さあさすがのスローテープザンギュー DJ 戦はやれる。さあしかし残念ながらこれ登場は、またしてもロード S サガット。さあ S S サガね、あとちょっと目を離し、ちょっと目を離した隙にザンギエフ勝っている。さあタイガー、タイガー、タイガー、タイガー大好き。さああの近い前のタイガーね、結構まあ台足と賭けにはなりますが、さあ出てしまえば早いので
さあ小足大足、さあしかしここはスローテープザンゲフ1枚上手だったかな。さあ大足がね2回ぐらい決まりましたが、さあ続いてはハクさん、ハクさん、ハクさん、さあ先ほどはキャミーだったかな。さあまたしてもキャミー、さあここに来てキャミーに定着したのかな。さあキャミーザンギ、さあザンギ側かなりきつい。さあちゃんとフーリガンの出るキャミーに対してはしっかり上を見ないと落ちません。さあ飛びはキャノンスパイク、さあザンギが、さあどっから飛びを通すか、歩き台足を当てるしかない。さあ弾きに行くと、もうその距離はしゃがみ中キックが入る距離なのでね。さあここはバックスピンナックル、さあしゃがたい、さあ小足からスクリュー、ちょっと早すぎたのかな、スクリューをスカッてしまいましたね。さあめくりにはいけた、さあ5番小足スクリュー、さあキャノンスパイク、さあ左足にキャノンスパイク、さあここはワンチャンザンギがギャンブルに行ったところ、これが決まった。コア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 、さあキャノンスパイクに小足、あれ多分ねスパイダーラローもね相打ちになったりするところがあるんでね、まあ小足は正解。リバーサーなんか出てたが潰されてる。さあタッチ中キックを振っていくが、あの技キャミーのしゃがみ中キックとじゃんけんになるとなかなか勝てない。さあめくり腹から直接スクリュー、さあここはスローテープザンギフ、なんとキャミーに勝利。さあスローテープザンギフが2ウィン、さあこれエクスパーリュウ、さあオレンジ竜ですね。さあエクスパー竜、ザンギ戦はまだちょっとね課題が残るかなという感じなんですが、どうでしょうか。さあ暴れがなんていうんですかね、読みやすいというか、まあ、俺ザンギ使うんでたまにやるんですけど、あー今は黙ってしまいましたね。さあセロテープが勝利、1本目。さあ2本目、さあなかなか波動を打たないスタイルで、さあザンギに対しては真空を持ってるのと持っていないのとでは結構立ち回りが変わる。さあ竜巻投げ、さあぐる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 回っている。さあそこは勇気を持って歩き台足を差しに行きたい、中足でもいいですけど。さあシンク、さあこれ離していく、あっとダブラリ、中足波動をねちょっと遠い前で打ってしまうと波動拳のところにダブラリを合わせられるんで、さあここはスローテープザンギフが勝利。さあ3勝目、さあなんかごちゃってなんかペン色を落として ごちゃごちゃしてますね。さあセロテープザンゲフが3連勝したらなんかテンパっている。さあこれ桃の木さん再び登場。さあ2キャラ目は何でしょうか。さあガイルでした。さあガイルザンギ、ガイルザンギね、ザンギ側としてはもうやりに行くだけです。どっかで転ばしてアントビからスクリューを決める、それだけのゲーム。さあそのなんとか転ばせるっていうのがね、なかなか飛びに行ける距離で転んでくれないんですねガイルね。さあ基本的にはソニック中足、ソニックアッパー、ソニック中足で終わります。さあ中足振り切ったところに歩き台足刺さる。さあここパーニッシングでやりに行く。あれダブルサマー出したらあれ食らいますよね確かね。あれはナメプとしか思えないですね。
さあザンギエフ、さあ青木サイクル青サイさんはすげえかっこいいキャラだと、どの辺に魅力を感じるのかね、わかりませんが、さあこれはうまい弾きですね今ね。ああここはアントビ成功、ジャックジャックからスクリュー、今の場合はもう確定でしたね。さあなるともうサマーが溜まっていないのでスクリュー確定になってしまう。さあセロテープ残業4連勝、はい、さあ次は坂本さんですね、先ほど大活躍したエスチュンリー、さあ再びエスチュンリー、さあ死んだかセロテープ、さあ開幕タチコパンに対してしゃがみ中キックあいい技ですねそれね、垂直大キック、さあスクリューが入ったがここは何もいけず、アントビーは多分 S 中にできるのかな、あれよスピニングバードキックがねなんかめんどくさいことになるんで多分逃げれるんじゃないかな、これで高原、しかしザンギの体力なんか全然減らないですね、硬いですねザンギね、防御力が。さあ気候圏もちょこっとしか減らない、さあ小足をピッ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 と、さあ歩いてスクリューを狙っている模様、しかしここは立ち台キック中キックで歌を食らって、さあ1本取り返されてこれで1-1、さあ坂本 S 春里対セロテープザンギ、さあセロテープザンギフがただいま4ウィン、さあ気候圏でかいですね、飛べ飛んでもなかなかこう上を飛び越せないですね、当たってしまう、ここは影縫いから飛んでみたが大キックブン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 やってる、さあ上から行く、さあワンチャンあるのかこれ、あっとなんかスクリューブルンブルンとやってましたね、さあタッチ中キックで相打ち、さあ坂本 S チュンリが勝利、さあセロテープ残業は4連勝でストップ、さあこれ登場デンさんの、さあ2キャラ目はおわ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 ですね、さあマイクパイソン、さあチュンリー対バイソン、さあ X キャラだととてもいい勝負になりますが S チュンリーだとちょっと X バイソンが有利になるのかな、どうでしょうか、3波でかいのが当たってピオール、さあデンバイソンが1歩目、さあチュンリーとしてはあー開幕アッパ、さあそのめくりからいいですね、あいい投げ、さあアントビに行ければチュンリーがもうガン攻めになれます、さあスパコン溜まったかな、ちょっとゲージが俺のとこからでは見えないんですが溜まってますね多分ね、さあでかいタンパを溜めてそうな動きですねなんかねさあ後ろ行ったか掴めないで、アッパーからレイジー出すよと脅しをかけてますね、あれね、さあ気候圏をワンチャン読まれてアッパーからクレイジーが狙ってますが、ここはちょっと体力をリード、あっあー今ね投げ返し読みの垂直大キックかなんかやろうとしたところですね、大パンが置いてあったのかな、空中で落とされる、さあここはデン・バイソンが処理、さあ坂本 S チュンリーを撃破、さあこれイサジさんの、さあ2キャラ目はちゃんと X キャミーかな、さすがにバイソン相手にはね S キャミーはさすがにきつすぎるかな、さあただでさえきついこのカード、さあキャミー側やりに行くしかない、さあいいですね、さあちょっと飛びが早かったかな、さあ歩き投げを通していく、さあプレッシャーをかけていくぞ、
さあ1本目アイサージキャミが、はい、さあ2本目マイソン都市、マイソン都市はねちょっと距離を空けて見て戦いたいんですが、キャミ側としてはもう前を詰めてタクに行くと。さあうまいアントビでしたね今ね。さあフーリガン、ここは反応できず。さあイサジーキャミが勝利。さあ次セオくん、セオくんの2キャラ目は何でしょうか。ベガかな、ベガなのかな。ベガふざけんなとキャミーとしては思います。俺もそう思います。白い、あ白じゃない、何色っていうの。さあセオベガ対イサジキャミ。さあ開幕サイコクラッシャージャークでしょ。めくり中キックから投げ、ここは足投げ。さあ投げ返したか。さあキャミ側は難しいですね、メガ戦ね。あー最高。さあバックジャンプ大キックで対空。さあセオベガが1歩目。さあ開幕ダブルに。さあめくり中キックからちょっと待って投げ、大キック。さあキャミーは牽制技をして、おーうめえな前ジャンプ、ロケッティアですね。さあ大サイコ、さあ前歩いてくるとワンチャンサイコがね当たる可能性があるんで。さあここはセオベワが勝利。次は俺か、次は俺ですね、楽しみです。さあこれ2周目最後のプレイヤーですね、川島。久しぶりにメインキャラのダルシム、セオベガと。さあダブルにガードから掴んでドリル、おっと投げの前から少し遠かったか。さあ中段はガード、ドリル、コパンファイヤー、重ねて重ねて投げる。さあ川島動けている。さあ対してセオベガどうしていくのか。さあ同じ展開、ファイヤー重ねてこうなったか。さあファイヤーフレイム重ねて、おっとちょっと間が空いた、上り蹴りインフェルノで逃げる。さあ正面から食らっている、今多分テレポでしょうね。さあセオベガが一本取り返す。投げて受け身がない。さあ正面アントミからサイコマジックっぽい。さあ完璧にやっているのかこれ。さあマジックられて勝ったのはセオベガ。さああえなくセオベガにはめ殺されて戻ってきました。さあ破天荒さんの、さあ早く投げ、さあ波動拳波動拳ガンガン打っていきたいですが、さあベガ側としてはそれを見て、さあヘッドプレスですを当てていくと。さあここは角に行って壊しから投げ、さあ背負い側が1歩目。さあ龍側はさあ波動で押していかないと、飛んでしまうと多分落とされる確率かなり高いんで飛びはめったにしない。アントミに行けるときだけねやるぐらいですかね。だいたい龍が飛ぶと落とされる映像しか浮かんでこない。さあ画面端のタークがうまくて
さあダブル2からちょっと待ってダブル2、さあバックジャンプ中盤、さあタチコパンスカシからナイトメア、さあシンク、さあワンチャンあるよ、さあここは素直に素直にいったが黙ってましたね、セオベね見てました。さあセオベガが勝利、さあ3連勝のセオベガ、さあこれロードさんの、さあまたしてもはいよーですね、はいよーですね、さあ胸に大きな傷をつけて片目が見えてない状況でもこの強さすごいキャラですね。もうおっピヨらない、ピヨらずに、あピヨった、さあここはコンボミスったが、さあダブルに速くて見えません、あんな技多分、まあ、あのバイソンのねオアーと同じぐらいのスピードだと思うんですけど、多分オアーよりこうね足がこう前に出てるんで、オアーより速いんじゃないかな。さあコアコア、あコパコパコパ最後、さあコアデッサがですが、さあベガ戦あまりやっていないような感じですね。タイガータイガータイガーブン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 いってます。ワンチャン踏んづけられて死ぬと思うんですけどさあこれ踏んづけずちょっと歩いてきたと大キックでしょ。さあセオベガが4連勝、4連勝、さあ次は、あおお山本さんいらっしゃいませ。さあ次はハクさんかな、ハクさん、さあセオベが誰が止めるんでしょうか。いやー多分ね俺が止めなきゃいけなかったんですかねさあハクくんのキャミー、さあ1位抜けにセオベガがリーチ、さあスパイラルアロー、さあめくりから投げ、いいですね今のめくりコキック、いい重ねでした。逃げなかったですよね今ね。そうですね、もう ガードですね。あれはどうだろうな、逃げれんのかな、ワンチャンあのちょっと遅いめくりだとあの前ジャンプとかすると逃げれるかもしれないです。あまあ、逃げれなくても空中ぐらい大キャノンと二択になっちゃいますよね。でもそうすると、ああ背中からですか、なるほど。さあしかしハック君結構硬い立ち回りでいいですね。さあスパイラルアローセンターってためがなければお釣りもない。さあいい択、あっと漏れた、やってしまった漏れた今なんですかね、スパイラルアローですかね、キャノンスパイクになってしまう。さあキャミーとしては一回ダウンを取って上から行きたいですね。そうですね、上からそうタクを迫っていくと。さあふんわり、あれ本当見えづらくないですかベガ、あれなんか裏抜けるんだろう的な感じで今多分タク君は歩いてたと思うんですけど、そうですね。あとカニが刺さった、これ背景もあれですね、ベガ溶け込んでますね。ああ見づらい。さあ瀬尾くんが5勝で5連勝1位抜けですねこれね、1位抜け、はい、なるほど。さあ2位が、2位が坂本さんの S チュンリー、セロテープの残留風。さあ2位決定戦ですね。いい決定戦ですね。そう4勝同士、4勝同士、なるほど、ね、坂本さん S チュンリー、坂本 S チュンリー対セロテープザンギー、セロテープザンギイサキ、さあ勝った方が決勝進出と2位確定と、うん、セミファイナル、ああさあセカンドプレイス2位を決めます。
事故？あ、電車が今ちょっと止まってるか遅れてるか。人身事故かなんかで止まってるみたいですね。東武東上線。あ、東武東上線？あ、そうですね。東武東上線、あの人身事故で見合わせ中です。なるほど。はい、画面端に押していく。さあ坂本エスキャミが、あ、中キック、大キック。ゲインが届く。強い技ですねあれね。本当。あ、立ち台キック、うまいですね。立ち台キックいい体育ですね。あ、マニシング噛み合わず攻めきれない感じですね。セロテープさん、タッチキック大工、さあもう気候圏なんかいらねえよと。そうですね、ぐらい投げすごい。いやー、今あの間合いでね投げ返しに行くというすごい今気合が感じられましたね。さあ、あの立ち台キックにね、上からスクリュー、今スクリューじゃない、ダブラリーか、狙ってましたけど今当たらなかったですね。タッチキック、おっとダブラリー、ここはダブラリーで、さあ相打ちでしたが取ったのはスローテープ。さあこれ1-1、さあお互いにリーチ、勝った方が2位決定です。さあバニシング、さあ球を消して中キック、中キック刺していきますね。あれね、中キックでもね、厳しいっすね、ザンギーなかなか当たんないんですよ、チュンリーに、あのタッチ中キック。あっと、2段、寄り近、逃げたが気候圏。さあ、坂本 S チュンリーが2位ですね。そうっすね、さあ、あれこれ面白…さあ、瀬尾さんのベガと坂本 S チュンリーが、これ面白い組み合わせですね。そうですね、瀬尾ベガ対坂本チュンリー、まあ、チュンリー側はね結構ベガ戦やりがいがあると思うんですけど、まあ、ベガ側としてはねふざけんなっていう対戦ですねこれね。お互いちょっと露骨に投げに行く感じですよね。まあベガはねめくりもあるんでね、あ、うん、そうかワンチャンがあるんで、そうですね、まあ、さあ悪くない対戦ですね。ファイナル第1試合、さあ前ジャンプポキック、あの技強いですね本当ね。飛んでいく、あれ落ちるのかな、あれでお手玉で中盤で落ちるんすかね。なんかチュンリーの方が上にいそうな気がするんですけどね。さあめくりから手輪で逃げる、ホバーうまいですね。ホバー今合わせていきましたね。拾って拾ってナイトメア、さあタッチ中キックスカリからナイトメア、あれはタイミングを測るために多分ペットカラキャンっぽく出してますね。しゃがみ中キックからヘッドプレス、あ、フレーム消費的なやつですか、さっきのナイトメアもしかして。そうです、そうです、なるほど、へえ。ジャックパン出してってことですね。そうですね、空中で拾うののタイミングをこうちょっと間違えてしまうと一発しか当たらなかったり、そうですね、2発入るようにってことですね。そうです、そうです。さあここはカニでセオベガが勝利、一本目はセオベガ勝利。さあチュンリー相手にも全く日和らない。さあ二本目、いやよくチュンリーにこうカニに行く勇気が、ね、ありますよね。まあ、瀬尾さんチュンリーのことは知ってますからねと言いつつ S はどうなんだろうっていうところですね。 S チュンってテンションがないだけじゃなくてなんか違うんですかね、いろいろ通常技がちょっと短かったりしますよ。なんか短い立ち中パンチとかが、あ、隙が少ないとかもあるのかな。じゃああとあれだよね、スピニングバードキックが強いっていうのは知ってますけど、うん、あれ弱でスピニングバードキック出されるとなんかめんどくさいですよねあれね。さあここはカニ立ち中キックが、あ、ジャンプ中キックがジャンプ弱キックと同じ判定なんじゃなかったでしたっけ確か。あ、そうなんですね、うん、なるほど。どっちでも落としにくいっていう強いですよねあれね、上から行くと。さあチュンリーは上から行きたいが逆に上を取られている、取られている、めくり、さあめくりはスカッて投げ、さあ、あー、高めに食らって投げ、最後は最高。さあ小足から最高クラッシャー、
さあ、テンションがないチュンリーとしてはあれ確定になってしまうのかな。さあ、セオベガがリーチ。さあ、坂本 S チュンリーが悩んでいるさあ、一矢報いたい。はい、3本目ですね。さあ、開幕前ジャンプ中キック。さあ、カーニー中キックからオーバー。さあ、中パンチタイプ、飛びを中パンで背中で落としましたよ。すごいですね、あれ。投げていく。あー、投げ返される。さあ、スピバレ逃げて。さあ、背中蹴りから投げ、背中蹴りから投げ。なんとバックジャンプ中パンであれ落ちんのか。今中キックだったんです多分ね、飛びがね。さあ、投げて瞬間歩くな。ぐわっと前歩いたところにダブルにスピバ。さあ、今ホバーはちょっといかなかったですね。難しいタイミングだったね多分。対空ナイトメア。さあ、リーチをかけるのはセオベガ。さあ、バックジャンプ大キックで対空しようとしますね、チュンリーの前ジャンプ中キックに対して。さあ、コアシスカシから投げや。さあ、中盤で落として、背中蹴りから中盤対空か。なるほど。中中スカシからゲン。見た。さあ、投げにはいかず前ジャンプで踏みつけ。おっと、バレていた、背中蹴りがバレていた。さあ、最後ここは投げ架空になりました。さあ、1ラウンド取った。さあ、取り返しましたよ坂本。頑張っていただきたい。さあ、垂直コキックに対してタチコパンでしたね今ね。投げ。さあ、S チュンの投げはなんか地べたにビターンってなりますねあー、浮かないっすか。うん、 X チュンリーの投げみたいな、あのボンボンとはならないっす。ナイトメアでどうなる。さあ、どうなる。さあ、セオメガがリーチをかけて突っ込んでいくのか。さあ、ここはカニで相打ち、もしくは前ジャンプ大キック大打ちとかを狙ってるのかな。おお、ここは中断。なんと踏みつけ、一本取り返した。さあ、あれミスってしまうと死にかくだったんじゃないか今背中から。いや、今のタクはすごいですね、よくやりに行きました。あれはしゃがみガードしちゃいますね今のは。あれね、あの体力差ではね、あの体力っていうか、あの残り体力ではしょうがないですね。受け身がない S 中は厳しい。さあ、中弦ガードしている。裏回りコパンで落とすのうまいですねあれね。すごいですね、最後コパンで落としていきますね。さあ、よく見てますね瀬尾君は。ダブルに。さあ、約マッハ1ですあれ、見えません早すぎるもうなんかコパンとか置いとくしかないですね。あ、ピオル、ピオってしまった。いや、しっかりチュンリーにもコンボ入れますね。あー、そしてさあ、締め、優勝はセオベガ。セオベガでした。おめでとうございます。おめでとうございます。一言だけお願いします。頑張りました。ありがとうございました。よくできました。よくできました頑張りましたいやでしたね。いや、セオベガいいですね。さあ、優勝はセオベガということで、あれ先週もセオさん優勝してなかったっけな。さあ、セオベガでしたっけ先週。先週ちょっと待ってくださいね。さあ、こっそりのじ合いをやりに来ている。さあ、グッチさんが今いますね。あ、先週は川島ザンギさんです。あ、そうか、先週俺だった。その前ですね。なるほど。先々週瀬尾さんでした。メキメキとベガ上達しますね瀬尾さん。いや、さあ、垂直ジャンプ中キック。さあ、グッチベガが配信台はのじ合いを出し継続してますが、グッチベガ対ニアガリュみたいな感じです ね。さあ、はい、頑張っていただきたいと思います。今ずかさようならこわこわこわに今ずかですね。あれピオレはね、あれいいんですけどね。
さあグッチベガがさあ頑張って前ジャンプしていくか前ジャンプを透かしてバックジャンプで透かされるなんだこれ。ただ壊しソニック、あれは割りづらい、はい、あの連携ですね。サマー出してるのか出してないのかよくわかんないですねなんだこれはひどいですねはい、じゃあドジ合いを楽しんでください。以上、じゃあ四季の細道でした。ありがとうございました。
Cyclone! 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 Cyclone!
Sonic Boom! 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 Sonic Boom!
Come on.
試合終了後配信は終了したいと思いますのでよろしくお願いいたします。また来週も同じ時間で配信いたしますのでどうぞよろしくお願いいたします。では皆様お疲れ様でした。この試合最後です。お楽しみください。
配信終了したいと思います。お疲れ様でした。